はい、こんばんは、島津です。皆さん、最新ホラーゲーム情報が入ってきたので急遽なんですけどね、動画を撮っております。今回紹介していきたいのは、あのカルト的映画死霊の腹渡をね、題材にしたゲームになります。こちらの映画、1作目がですね、1981年、今から30年前に公開された映画で、若い人はね、結構知らない人が多いと思うので、軽く概要を説明させてください。あらすじなんですけど、アッシュ、主人公を含む5人の人間がですね、休暇を楽しむために、確か森の小屋、まあ山荘って呼ばせてもらいますけど、山荘を訪れたところから物語が始まるんですね。その山荘にはですね、とある書物があって、死者の書と書かれたね、書物になるんですけど、その書物の呪いを解いてしまって、山荘の周りにですね、悪霊たちがですね、押し寄せてくるんですよ。で、アッシュたちを含む人間を襲い始めて、どん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 犠牲者がね、出ていくんですね。で、主人公のアッシュは悪霊たちを封じ込めるために除霊をね、試みるんですね。これが、まあ、第一作目の大まかなあらすじになります。この映画ですね、あの有名なサムライミがね、制作した第一作目の作品なんですよ。サムライミって皆さんご存知ですよね。そう、あのスパイダーマンをね、制作した監督になります。そう、実は第一作目、デビュー作がですね、ホラー映画だったんですよ。そして主人公のアッシュを務めるブルーキャンベルはですね、すいません、今流れてる映像に登場してる片手にチェーンソーを装着して片手にショットガンを持ってる人、これが主人公のアッシュになります。で、このアッシュことブルーキャンベルはですね、サムライミと親友で、そう、自主制作映画を作ってたんですね。で、そういった関係でこちらの死霊の腹渡の主演を務めたってわけなんですよ。それで映像に登場してるアッシュはですね、これはおそらく2からだったかな、確か2からチェーンソーをね、装着することになるんですよ。まあそこに関してはね、皆さん調べてみてください。なので時代背景としては2以降のお話になるっぽいです。それじゃあこっからね、徐々にゲームの話していくんですけど、この映像がですね、今流れてる映像ね、これが公開されたのが5ヶ月ぐらい前だったかな。それ以降ちょっと、そうだね、続報がなかったんですけど、この映像を見てる限りだと、コープ系の PVE ゲーム、だから、レフト・フォー・デッドとか、あと、ワールド・ウォー・ Z とか、ああいった形のゲームになるって思われてたんですね。それがですね、今日公開された情報によるとですね、どうやら非対称のね、対戦ゲームになるみたいなんですよ、映像を見てる限りだと。映像の内容によりますとですね、アッシュ側の人間たちは悪霊を封じ込める儀式を完了させれば勝ち、悪霊側はそれを阻止すれば勝ちっていう流れっぽいんですよね、映像を見てる限りだと。それで悪霊側はですね、正式にその映像では言われてなかったんですけど、おそらく一人のプレイヤーがその悪霊たちを操作して、そうだね、アッシュたちの人間側に抵抗していくんじゃないかと思われるので、4対1の非対称の PVP ゲームになりそうです。はい、それではね、今言ったことを踏まえて、今回公開された最新映像の方をね、見ていきたいと思います。はい、右側に火炎放射器っぽいのが映ってますね。で、舞台はこんな形で、1作目の山荘とかを舞台にしてるみたいですね。他にもいくつかステージはあると思うんですけど、で、ここ戦闘見てください。結構パワフルじゃないですか。これが向こうの悪霊側、まあゾンビみたいな形ですね。それで人間側はこういった形で捜索をしていって、除霊に必要なものを集めていくって形だと思われます。これはね、主人公のアッシュですね、片手にチェーンソーを持って、ダイナミックに攻撃してますけど、アッシュ以外にもね、個性豊かなキャラクターが存在してるみたいです。
こんな感じで首をねスポーンって引っこ抜くね、まあグログロなアクションも満載みたいですね。そして車が出てくるってことはマップは広めに設定されてるのかもしれない。なんか裂け目がありますね。あ、これが悪霊側ですね。こんな感じでマッチョな悪霊とかを操作して人間側を攻撃したりするみたいですね。こういった特殊な電気かなんかを使ってくる悪霊もいるみたいです。そう、ここがね初登場だったんですよね。でこれが今除霊シーンですね。こういった形でポイントがあるからなんか焚き火をしてそこで何か燃やしたりとか、あと書物を読んで呪文を唱えるとかね、こういったことをして人間側は除霊を試みると、封じ込めね。で悪霊側はまあおそらくモブかな、 AI の悪霊とかもいるんだけど、そいつらを駆使したりして、あと自分で操作したりしてね、倒していく形でしょうね。おそらくこのちっこいタイプの悪霊に関してはこれはモブだと思います。で大きいやつとか、まあ、特殊系のね悪霊を操作するって形だと思う。いやかっこいいね、アッシュのこのチェーンソー。あ、今ドッジ線かった、かわした感じに見えたけど、多分操作されてる悪霊だったと思います。あんな感じでドッジしてカウンターを取ることとかできるみたいですね。でこれは、あ、悪霊側だ。さっき剣士系のが出てきたからね、あっちのキャラかと思ったけど、悪霊側の最強のクラスの悪霊みたいですね。おそらくだけど悪霊側って成長要素があって、時間が経てば経つほどなんかポイントとかね、そういったエネルギーが溜まっていって、ああいった強めのクラスがねどん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 召喚して操作できるシステムになってるんじゃないですか。おそらくねそうじゃないかと思われます。で、あのこの映像を見てたんですけど、どうやらですね歴代のキャラクターたちが登場してるっぽいですね。あのもうちょっとしたら登場するんですけど、あのスコップで頭をね刺して、なんか思いっきりテコの原理で吹っ飛ばす、ここここ、このシーン、こいつねおそらくパブロだと思うんですよ。なんかパブロっぽい髪型も。パブロっていうのはですね、2015年にそう資料の腹渡リターンズっていう形で30年後をね、あの第1作目からね30年後のお話を描いた連続ドラマなんですよ。それでアッシュはね確か電気屋でね働いてるはずなんですけど、その電気屋の同僚なんですよパブロって、確かそうだったと思います。だからおそらく今までの歴代のキャラが登場して戦えるんじゃないかなって思います。自分はですね1作目とリターンズのドラマしか見てないんですよ。他はちょっと見てないんで、他の登場キャラはよくわかんないんですけど、おそらく歴代のキャラクターが使えるんじゃないかと思います。ちなみにドラマ版のあらすじなんですけど、アッシュがですね酔っ払ってですね、まあ姉ちゃんとイチャイチャしてたら、姉ちゃんがあのサムが書物持ってたんですよ、死者の書で、それを見せびらかして、それが本当かどうかやってみてよって言われて、でノリで呪文唱えて悪霊が解放されるって言ったお話です。でそれであのまた封じ込めないとっていう、話になっていくんですよ。このね映画なんですけどね、基本コメディです。コメディホラーなんですよ。実はすごいあの怖いホラー映画ってわけじゃなくて、そうグログロコメディホラーなんですよね本当のところは。はい、以上がですね資料の腹渡のゲームの最新映像の紹介になりました。でこちらのゲームいつ頃発売なのかというとですね、2021年、つまり今年発売予定とのことで、まだ細かいね日付は決まってない形になってます。なのでそうですね、皆さん今年期待しておきましょう。なかなかね今のプレイ映像を見てる限りだとねクオリティ高い感じになってるんで、まあゲームバランスとかはあると思うんですけど、まあそこは置いといてのお話になります。はい、ということで本日はねここまでとさせていただきます。こういったね最新情報動画以外にもですね、ホラーゲームのゲーム実況動画
中心で上げてるので、よろしかったらねそちらも見ていただければすごく嬉しいです。はい、それじゃあ島津の最新ホラーゲーム情報資料の腹渡編になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。